いやー僕はいまだにポチフィットレの、はい、もう余韻が冷めません、うん、すごいですねあれはもういつ見ても、うん、もう なんていうかあれですね、スマブラってこんなことできるんだっていう、うん、本当に深いゲームですよね本当に。いやこれはもうファンがね、はい、やはり現れますよ、うん、もう海外選手からも結構注目されてるみたいですから、ポチウィーフィットトレーナー。さ あ、まあ、改めまして我々も気持ちを切り替えてまいりました。はい、はい、そうですね。クッパパックマン、クッパパックマン、クッパつらそうだなと思いますが違うキャラが出るのか。いや出さないですね。ネスに対してクッパを出したエルマーノ選手なら、うん、そうですよね。まだまだどうなんですかね、うん、まだパックマンの方がいいのかな。パッと飛ばせそうなので、はい、困りはしなさそうですが、じりじりと歩いてくる。これもう始まってますよね、うん、さあ消火栓を置いて空中後ろダメージを与えてから、さすがで、うん、さあ1号掴むが暴れが強い。さあまあこの辺のダメージ差は許容範囲でしょうといったようなそうですね感じには思いますが、空の引っ掛けて、しかし水流で邪魔をされてしまう。さあ上 B で暴れて、これは火炎放射プレスは当たらず、今アーマーでしたかね、うん、ちょっとダメージ受けていたようにも見えました、うん、さあ今キャッチ狙いましたね。はい、はい、ギャラクシアンでしたっけ、うん、はガードからキャッチが狙えるので、はい、まあ、当たってしまえば火力は高いんですけれども、まあ、うん、パックマン側のねリスクもそれなりにあるというアイテムになっています。さあ上強攻撃範囲が広い。さあこれ消火栓がねちょっと削れてる、うん、さあパックマンとパックマンの戦いでは、はい、あれですね、消火栓に、まあ、ダメージをどっちが先に与えているのかという点にちょっと注目すると、はい、また面白くなってくると思います、はい、でお互いどのぐらいその消火栓のパーセントを把握できているのか。そうですよね、直投げで嫌なところにベルを置いているが、しっかり見てから上がって横強を先端でヒットして掴みかけてましたが、うん、さあこれはパーセントは十分ですね。おっと、ここは重いので耐える。さあリンゴ、リンゴは上に投げるとすぐ落ちてきますから。さあこれがパックマン、まあ強いタッグですよね、うん、足も硬いですからね。はい、今作パックマンは空中下攻撃がバースト技でございます。ここは前投げ選択。さあしかしパックマンも先ほどのウィーフィットトレーナーのようになんか崖の外に出そうだ、溜めて帰ってきますからね。はい、おっと、おっと、今水流でさらに加速したキャラが出てきましたよねまるでパズルのように立ち回りを組み立てていく。弱で固めて、さあ、さあ横ビートして、これはファーストでしょうね。さあ 69% 約 70% 食らっているが、まあ全然クッパはね逆転可能なキャラクターですので。さあ掴みに対してクッパブレスが刺さって 15%、 もうあれだけでも 15% 入るんですね、うん、やはり火力が高いクッパブレス、トロッと当てただけでも非常に。おっと横さん見えていたが、なんとか空前暴れ間に合う。さあクッパ非常に空中前攻撃の範囲が広い。はい、なんだかんだこのウェビーもガーキャンからすぐ出るんですけど、当たりたくない技ではありますね。そうですね、さあクリスタの周りにも若干判定がある消火栓、これはジャンプに対してのリスクでしたが、うん、先にクッパ側が飛び越えていました。いやー、ね、これですよね、このリンゴで飛ばすのが先ほどの試合もゆりか選手の試合もさせてましたけど、しかも崖にトランポリン置いてましたから、うん、あれその場上がりしても、はい、トランポリンで強制的に飛ばされてしまって消火栓が当たると、うん、まだ体の大きいクッパということもあって、そうですね。さあその場がに対して上 B 下強攻撃を狙うが当たらず、さあステップ戦、これは飛んでくるぞ。そうです、ギャラクシアンは
落とすと消火栓を、はい、ギャラクシアン1つだけで、うん、バックマンの攻撃を当てることなく消火栓に、うん、当てることなく飛ばすことができます。さあ回避アガに対して横火通していって台上にしっかり着地、うん、さあメロンおっと設置して今おそらくパックマンはつかみを狙いに行きましたね、うん、そして後ろ投げでメロンに当たってさらに、うん、吹っ飛んで別の技がつながったりとかね、うん、ベルがいやらしいですね。いやこれいやらしいですね。そのバーガリの位置にベルを置いて、うん、そしてあの位置ジャンプ上がりも怖いですから、はい、つかまりっぱが正解なんですけど無敵が切れるからやりたくないっていう、はい、でしかもベルももう位置によってはね、はい、崖つかまりっぱの位置にも当たりますから。あそうですね。そして回避上がりを誘発、はい、そこに横スマッシュを合わせるというセットプレイ。いや、 やはりネタが豊富で、うん、見てて面白いですよね、はい、パックマン。さあキャラはしかし変わらずクッパでいきますね、はい、さあ先ほどの、ね、ネストの試合でも、はい、先に1本取られてからのそうですね、2戦逆転と、はい、2戦日本連勝で逆転ということで、先ほどちょっと、まあ、対応力が高いプレイヤーなのかもしれません、うん、あとは今回まだカウンターステージでどういう形になるかというところですよね、はい、やはりクッパは、うん、あれですね、村町がかなり、まあ、強いということで村町を選択、うん、まあ、それはカロス拒否されてたかなというイメージなんですけど、はい、まあ、それと似た位置に今困りましたよねギャラが今なんか水流でちょっと早く移動した後で水流の効果が切れて普通のギャラクシアンの挙動に戻ってっていう感じで、でしかも今一側高速移動背中側に火力差で言えばクーパーを負けてない。そうですね。さあ消火栓を飛ばしている。空中種の出し合いはパックマンが制していって、いやそうですよね、これ、うん、絶対そのバーガリはダメな。でもさっき回避とがめたからそのバスルだろうみたいな感じでしたよね今の。さあ今の反撃うまいですね、うん、空中下攻撃ガードから反撃何どの技が通ってどの技が最大リターンかっていうのをしっかり、うん、分かってますね、はい、このクッパエルマーのクッパ空前として暴れは植木をでとがめる。さあこのクッパというキャラクター植木をが非常に範囲が広く、うん、リーチが長い上方向に。うわさあこれやらしいですね。詰まってましたね今。どこまでもあの消火栓の飛び方はやらしいですね、うん、今本当にエルマーのクッパこれしかないっていうような抜け方したんですけど。そうですね、その先にもいやよく抜けたなって思いましたよね、うん、一瞬。でもちゃんと横スマ置いてましたね。あ今の振り向きつかみもうまいですね、うん、でさあしっかり空中ニュートラルガードから確定半角は取っていく。空中下攻撃で暴れてさあ台を経由して着地、うん、空中後ろで崖の展開横スマッシュ構えている、うん、上の降りでリダウンを取って、あとよく避けましたね、うん、さあ掴んで次もう一回食らえばというところですが、ブレスでとがめるが付き合わない。当てれるか当てれない。さあベルです。怖い。あっとこれはそうですね、飛んでくるベルですね。しかしあれ飛んでくるって分かってるからこそ、うん、エルマーノ選手もジャンプをしていたんですがそれに対してしっかりジャンプにリスクをつけていたイブ選手、うん、いや本当にやはりあの設置系のギミックだったりとかあるだけでパックマンはかなりやはりなんというか読み合いが非常にやりやすそうですよね、はい、おっとこれは滑り横強もうこのレベルになると対応してきますね、はい、さあガードがゴリゴリ削れていく。ヌビーから、うん、おっと回避あれはおそらく1点読みでしたね、うん、横スマッシュ。さあそうですね、パックマンのちょっとネタですよね、はい、コンサイもうそんなの見えるかもう、うもうなんかおちおち見てられないですよ、はい、この試
もうなんかいつネタが飛び出すかわからない、はい、